こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はいっぱいまたお買い物してきました。今日行ったのは JA のお肉屋さんとコスモスです。コスモスにね、お肉があったらいいんだけどね、ないんですよねまあでも JA のお肉美味しいのでいっぱい買ってきました。ではまずもう上にあるものからどんどん出していきますね。別にね、見せるようなもんじゃないんですけどはい、サランラップ50メーター巻き、はい、卵ちょっとちっちゃかったけど10個入り。そして冷凍エビイカミックス、カットレタス、柔らか刻み揚げ、これ冷凍して大丈夫みたいなのでまた味噌玉を作ります。釜揚げしらす、美味しいですよね。カルシウム取らなくちゃ。はい、ブルガリアヨーグルト、あんまりヨーグルト食べないんですけどちょっとね体のこともあって食べてみようかな。ロースハムのちょっとお得なやつ、息が切れた。はい、いつものシャウエッセンで、これはいなり名人、おいなりさんたまに食べたくなるので作ろうかな。はい、こちらはベーコンのお得用、はい、冷凍ブロッコリーもイオンで買ったやつがなくなったので買い足してきました。これはメカブトロロ、とこんにゃく、肉じゃが作ろうかなと思って、バナナ、ふとちくわ、おやつですね。なんかお料理に使えばいいんですけどね。生芋の板こんにゃく、牛乳、じゃがいも、最近ね野菜も売ってるからいいですよね。いつものスーパー行かなくても大丈夫かなと思って。そしてこれはのみを、歯磨き粉と柔らか歯間ブラシ、この前歯医者さんで目いっぱい指導を受けてきたので今すごく磨いてます。磨き方はねいいって、よく磨けてますって言われたんですけど、やっぱりね寿司酢、やっぱりなかなか磨き残しとかあるみたいで。はい、これ以上が、コスモスで買った分です。5000円しなかったぐらいですね。はい、じゃあ次はお肉いきます。お肉屋さんって言っても昔ながらのお肉屋さんみたいな感じじゃなくて、ちゃんとこうスーパーみたいになってるんですけど、お惣菜も売ってるし、ちょこっと日配品みたいな豆腐とかもありますよね。でこうもうパックになってずらって冷蔵庫とか冷凍庫の中に入ったのもあれば、こう対面でこれ何グラムくださいとかいう場所もあるし楽しいです。全体的にやっぱり安いんじゃないかなとは思うんですけど、なんかこうお値段が変わってるのでちょっとは安いんじゃないかなと思います。はい、いつもの鶏刺しですと、ちょっと奮発して、A5 ランクの黒毛和牛のランプの部分です。ちょっと焼肉食べたくなって、もう行くよりもお家でしようかなと思って、いたらねサラダから何からついてて、まあお得はお得なんですけど、よし、はい、次
はい、砂肝ですね。これ鹿児島だけかな、砂ずりって言うんですけど、あのいつも の, あの甘酢漬けじゃなくて、ちょっと串焼きっていうか、塩コショウで焼いたりしたいなと思ってます。これは手羽先、ちょっと甘辛く今度煮てみようかな、照り焼きみたいにして、照り煮、そういうこと真似っこばっかりなんですけど、今日エガチャンネル見たら、エガちゃんが博多の自分が行ってたあのお店、美味しいお店を紹介するっていうところがあって、いうのがあって、鉄鍋っていう餃子のお店に行ったんですね。そこね、私も行ったことがあるんです。ああ、あそこだあそこだとか言ってたんですけど、そこにあった、手羽先の煮付けっていうのが美味しそうだったから、ちょっとやってみようかなと思って、あのいつも作る手羽先と里芋とかじゃなくて、もうなんか手羽先だけを甘辛く煮たような感じで、こってりしたのが、美味しそうだったので、ちょっと作ってみようかなと思います。そして、はい、軟骨お買い得品、98円ですもん、ね、あ、間違えた、私豚骨買ってきて、これ軟骨に見えたんだ、メガネかけてなかったんだな、ゲー、豚骨です。軟骨食べようと思ったんだな、はい、か、そしてこれが豚肩ロースしゃぶしゃぶ用です。これもいろんな料理に使います。で、これ手羽餃子の冷凍のやつ、昔はあの生協取ってた時、手羽餃子があって、その時生協で初めて手羽餃子っていうあの食品を知ったんですけど、まあ、あれからあんまり買うことないですね。自分で作ることもないし、もともと餃子っていうのはあんまり作らないので、だけかな、以上です。これお肉全部で3000ちょっとだったかな、あのイオンのネットスーパー買おうと思って準備してたんですけど、どんどんこう食材なくなっていて、まあ、はっきり言ってお肉が全然ない、うん、で、あのアスケンのやってたらタンパク質が足りなかったりすることが多かったんですよ。で、割とお魚は食べるんですけど、サバやらなんかあの出来合いのお惣菜やら食べてるんですけど、肉がねもうなくなってしまったので、でイオンのネットスーパーは今欲しいなと思っても今度届くのが17日だったんですよ。ちょっともうねそれまで間に合わないなと思って今日いっぱい買ってきました。やっぱコスモスは安いですよね。この前あの YouTube でもコスモスの特集やってて、ガルちゃんかな、ガルちゃんでコスモスが好きだっていうのがあって、で今日もあそこのスタッフの方があの袋詰めから全部してくださって、袋詰めというかこのキャリーに詰め込むのも全部してくださって、どこのお店もね親切な方が多くてすごく助かってます、うん、あのあと 2,3 ヶ月もしたら足直して元気になってきますからねとか言って帰ってきたんですけど、まあ税込み価格だしね、分かりやすいから安心っちゃ安心ですね。今日のお昼はそうだな、鶏刺しを食べようと思います。食べたかったずっと。じゃあ今日の動画はここまでです。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだ暑いです。今日はねでも割と風があってあの良かったんですけど、日差しはすごく暑かったです。皆様夏バテとかされないよう十分気をつけてお過ごしください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。